はい、井澤です。で、今日は今ちゃんと振り返ればね、あともうちょいで終わるじゃんっていうところで、まああと襖の解体と、まあちょっとここら辺ですね。あとは襖もこれ燃やしちゃおうかなっていう感じだな、上のこれも邪魔だからどうしようかね。ああ、でもまあ白いペンキで塗りつぶせばまあまあいけるか。というわけで、まあ一応解体作業を進めていきます。うわ、あと2枚あったわ、襖。この古い襖ね、どうしようかね。どうしようかね、この襖ね。どうしよう。ほんとどうしよう。ペンキ白でバーって塗れば多分復活はするけれども、それをして何とするっていう感じなので、まあとりあえずは解体していきましょうか。
まあ多少はまあ、まあ、あらかた、あの解体は終わったかなって感じです。もうこれこの古い襖って変にビスが入ってたりして頑丈なんで、まあ明日チェーンソーを持ってきてチェーンソーでぶった切ります。でこれらもちょっと外に、もう持ってっちゃいます。もうなので、まあ、とりあえずちょっとこの中も整理していかないとちょっとこの今度は廃材もばらせないんで、はい、燃やせるもの、燃やすつもりでいるものはもう結構外に出しちゃおうかなっていう感じでちょっとまあ整理して